部長です。つむぎだよ。どうやら装備を整えてきたようだな。せっかく設計層を取ったからね。では進めていこう。まずはちゃんと探索。やっぱしておかないと。これいけるかな。大丈夫だな。今回はちゃんと魔法も使いつつか。遠距離はこうしないとやっぱ辛いからね。しかも追尾だったな。便利な魔法があったもんだよ。よし、ここは以上。で、ここで休憩できたか。もしかしたらワープポイントの近くにセーブポイントがセットなのかもな。そんな気もするけど、まあ思い込んでそうならなかったら怖いものがあるからね。なんか今回は順調に進みそうだな。そのためにも魔法はバンバン使っていくよ。まずはアヨチェックだ。こういう誤爆は怖いな。スティックの調整した方がいいのかもしれないけど面倒だな。それはあるな。ここも確認。これで次の部屋だな。これ左に壊せる壁ありそう。ミニマップの赤いやつか。何度あるか少ない時があるけど、やっぱり宝箱か。その上で進めない扉。よし、扉の方は反対からだな。飛ぶ気だ。レイティアか。若干だが攻撃力がって感じだな。まあ日本刀の方が使いやすそうなんで。まあ攻撃力もさほど変わらなかったしな。それはキャンプで装備を整えたせいなんだけどね。ポンといい感じで進められてるな。魔法ももっと早くからバンバン使っていくべきだった。だな。まだ序盤だし、これからでも遅くはない。MP も自然回復してくれるしね。さて、ここまで来たら右に行ってショートカットの開通か。さすがにいけるでしょう。大丈夫そうだな。お、以前見えていたところだな。ようやくこの宝箱。レイピアのスキルだったか。マーナが押しチャージのスキルがあることが分かっただけ。人しよう。でもスキルの本をゲットしないと使えないだろう。そこはね、まあ探すきっかけにはなるから。そう言って探さなさそうだな。ある程度アビリティが揃わないと。あと可能であれば宝箱マーカーみたいなのが出てくれば。それがないときついか。ミニマップが四角い箱だからね。確かにな。このまま左へか。もうちょっと確認。ないか。
左はないね。本当落ち着いてきたな。今度も連打しすぎないように。床の下も確認しておこう。気が済んだか。多分大丈夫。なんか変なの出てきたな。ヒントにパイプに当ててみようとあるぞ。何を当てるんだ。攻撃なんだろうが反応ないし。シアーのかな。お、撃った弾がパイプを通って。なるほどね。アクセサリーゲット。デステに装備してるやつか。ならいらないな。まあここはチュートリアルみたいなもんだし。今後このパイプを使ったギミックが出てくるってことだな。早速来てるけどね。よし。危なかったな。魔法の追尾性能かなり。タッ、切り裂け。このまま行けばまた前のところに繋がりそうだな。しかしそれだけでは。どっか他のエリアに進めないと。もしくはボスで終わりってこともあるからな。まあその可能性も残るか。まだ木漏れ日の森からも行けたしな。行けたっけ。まあ今は気にせず道なりにだな。なんかその場の雰囲気でコメントしてそうな。とこれは分かりやすいかな。岩を落とすことによって右のトゲを下ろすようだな。これで OK。 まだある。これもか。そしたら右上の宝箱って感じかな。では少しここは時間がかかったんで。そこをなんとかしなくても先に。まあもうすぐわかるけど。こんな感じで進めない。それで試行錯誤を繰り返しているのか。そして他に行く道がないかも考えて。まあそれはないだろうな。で直接は無理だということで。この隙間か。もうちょっと左。なんか落ちてきたな。これでブロックが2つに。となると落とすことに成功したのか。それはいいけど右のパイプちょっと見えないのかな。こういうのもあると認識するしかないだろう。これまでもこういう見落としありそうな気がしてきた。とはいえここに来てからのギミックだからな。今後といったところだろう。そう願おう。で今度は上だけど。また迷ったのか。上に行く方法がさっぱり。この右なんだけどな。でまたマップか。まあ見返しても行けそうなところはないんだけどね。まあそうなるよな。でようやく。天井がないのか。ほんと見分けが大変。確かにな。なんか綺麗に作ろうとしてるのはわかるけど。だな。何をしている。いや左上ありそうじゃない。確かに空間が開いているが、ミニマップではそうなってないからな。やっぱ無理か。こっちでもないし。いい加減諦めたらどうだ。さすがに行くよ。
ここも無事に前とつながりそうだな。だね。奥のも同時に開いてくれてる。今度は日本刀のスキルだぞ。空中攻撃か。ちょっと期待。あとはここから上へだな。いい感じ。塗装だ。取り付け。それがさっきのスキルか。いや間違って奥義の方が出ちゃった。取り付け。それもだろう。つい。これね。思ったよりもしょぼかったな。まあ通常のスキル全般使いにくいからな。二方向に入力が必要なのはな。やっぱシンプルなやつしかコンボに組み込みにくいし。これで頂上か。左は相変わらずいけないな。ショートカットね。くまえ。レバーが見えるな。片付いたので確認。上の扉か。で閉まるし。こういうことだな。登ったはいいけど戻れるかな。そこは大丈夫だろ。現に左から降りられそうだし。ならいいか。でここもじゃん。おっこれなら左。宝箱だな。大したものじゃなかったか。まあいいじゃないか。こういうパターンもあるってことを認識しておこう。これ壁に捕まろうとするの結構厄介だな。素直に降りたいと思ったら入力しないのが正しいってのが。登るときには役立つのにな。よし。謎の果実か。バンバン手に入る。今度は右のところつながりそうな気がしてきたな。十分その展開はあるな。あとはその先で別に行けるかだね。そこだな。まあこれまでの流れを考えると大丈夫だろうが。そう信じて。で珍しくポーションを使った。今回魔法を使いまくりだからね。今度はゴンドラか。またパイプあるし。ここも天井が作動するようだな。こういうことね。失敗したか。でもやり方あってるでしょ。よし。なるほどな。重りでゴンドラを移動か。では左に向かってみよう。右に紫の宝箱あるじゃん。あれは回収しておかないと。またシアラだな。ここはミニマップとかぶって分かりにくいのね。よし。謎の果実だったか。難関インテリジェンスがどんどん上がっていく。確かにそれが出てくること多いな。ほんとね。そういえば左いいのか。まあ繋がること確認してからでも。まあそれでもいいな。その下に行けば繋がりそうだな。なんだけど行ったら戻ってこれない気が。それで植えようと思ったか。まああれは落ちてくるところっぽい。なんかこっちもそんな感じが。つまり戻ってくるにはまたぐるっとなりそうだからためらってるのか。この下に降りたらそうなりそうな。一見ミニマップだとこの下ぐらいはって感じするが。まあこれなら一旦後ででもいいかも。繋がることはほぼ確定だし。
では先に左か。それでワックポイントがあれば。確かにな。やり直しするにしても少しでも楽にね。これでさらに外側に進めたようだな。行き止まりって感じじゃないね。これはまたパイプか。これで上に登っていけそう。新しい鎧。スロット枠が広いな。こうまで装備したらこっちが強くなるかな。そんな感じだな。さて、イビルオートカゲがちょうどだが、体力が半分切ったら防御力2倍ね。あくまでそれはパッシブの話だからな。まあ他のに。これいいな。移動速度か。これはあれだよ。そしてもう一つ。それパッシブ能力は重複しないぞ。でも属性のステータスの方は大丈夫でしょう。それは大丈夫なようだが。まあ一旦これで。でまたこれか。そしてブロックか。落とすしかない。これで左上にも進めるようになったみたいだな。選択肢が増えたかと言っても、一つは宝箱の部屋だろうけど。確かにそうなりそうだな。それに奥まで進めてしまうとそれはそれで大変だから、とセーブポイントだ。いいところで見つけたな。ほんとタイミング的に悪くない。なんかここで休憩と言い出しそうだな。もちろん、もうそこそこ進んだよ。まあいいか。今回比較的順調だったし、次回もこうなればいいな。